こんにちは、りょうです。 えー、それではね、今日も元気よくお金の勉強をしていきたいと思います。今日のテーマはこれですね。えー、70歳定年法と今の若い世代は70歳まで働かなくてもいい理由と、えー、こういうテーマでやっていきたいと思います、えー。僕の簡単なね、プロフィールです。こんな感じになってますんでね、興味のある方はまた見ていただければと思います。で、今日の話題ですね。えー、2020年2月4日です。とある法律の改正案がね、閣議決定されたんですねで。改正の対象になっている法律ってのはいくつかあるんですけど、話題になっているのは、えー、高年齢者雇用安定法と、 えー、いうところですね、えー、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とするっていうものなんですけど、まあ、70歳定年法なんて呼ばれてるんですね。で SNS では、えー、新卒の人は約50年間も働くのかと70歳で定年ってなったらね二十歳からぐらいから勤め出して、えー、70歳まで勤めるってなったらもう50年働かないといけないのか考えただけでゾッとするとか、えー、庶民は死ぬまで一生労働かとかね、えー、なんていうそういう意見もちらほらとでこの動画ではねこの2つについて、えー、解説したいと思います。 まず70歳定年法についてっていうのが一つ目それから今の若い世代はそんなに長く会社で働かなくても大丈夫な理由という、ね、この2つを話したいと思います前半で絶望するかもしれませんけど後半ではね希望が持てると思うんでぜひ最後までね聞いていただければと思いますでね、えー、解説いきたいんですけどまず70歳定年法についてですね まず最初にね、定年の歴史について振り返ってみましょうと、ね。1970年代にはどんな大企業でも55歳が定年退職年齢だったんですね。それがね、今55歳で定年退職じゃないですよね。それがこんな感じで推移してきてるんですね。 えー、1986年には60歳定年が努力義務にと、ね、その後義務化されたんですね。で、2000年には65歳定年っていうのが努力義務になって、その後義務化されたと。で、2021年ね、これ予定ですけど、今のところ、えー、70歳定年が努力義務にって、ここがね、新しく new って追加されたとこなんですけど、 この40から50年間の間に定年はね、15年間も伸びたことになるわけですね。で、ここから何が分かるかっていうと、今20歳から30歳の人が70歳を迎える頃には、定年は75歳から80歳ぐらいまで伸びているという可能性があるということですよね。もうまさに障害労働の世の中になってきましたねと。で、日本でね、2007年に生まれた子供は、その50%がね、なんと107歳まで生きると言われているそうで、まあ本当にね、冗談抜きで人生100年時代にね、 人生100年時代なんて言われて、ちょっとなんかこう、どこか遠いこととかね、なんかちょっと自分とは関係ないかなとか思いがちなんですけど、本当に冗談抜けて人生100年時代になっているってことですよね。寿命もどんどん伸びてますしね。で、このままいくと、働く時間っていうのはひたすらね、増え続けると。ね、こんな感じになるわけですね。長寿化に伴って働く期間は伸び続けるんで、えー、このね、働く期間、時間っていうのがどんどん伸び続けると。まあ、これがね、えー、いいのか悪いのかということは一旦置いときますけど。で、70歳定年法っていうのはこういう法律なんですね。 まず内容として、企業に対して70歳までの就業機会、働く機会を確保するように努力義務を課すと。それから目的としては、少子高齢化によって増え続ける社会保障費の支えてを増やすと。ポイントはね、3つですね。なんだか難しいこと書いてますけど、まず1つ目のポイントは、希望者を70歳まで働かせてあげられるようにするための法律なんですね。だから全国民に対して70歳まで,であの働けって強制するものではないんですね。 なんでまず一つ目のポイントです、それから二つ目のポイントとして、企業サイドではね、必ず70歳まで雇用しなければいけないというわけではなくて、あくまで現段階では努力義務と、まあ、そのうち完全義務化しようという話も出てるんですけどね、過去の流れから見ると、うん、そうなる可能性は高いのかなとで、企業は65歳を過ぎても就業をね、働くことを希望する人のために、えー、こういったね、次の7つの選択肢からいずれかの策を講じると、一つ目が定年を廃止する。 2つ目が定年を延長する。 で3つ目が契約社員などの形で再雇用する。で4つ目が、えー、他企業へのね、他の企業への再就職を支援するとで。それから5つ目がフリーランス契約のための資金提供。それから6つ目が企業支援。で7つ目が社会貢献活動3回の資金提供っていう中で、この4番から7番までが今回の法改正で追加されたものですね。えー、この図とかでね、えー、イラストで解説されてますけど、またね、ゆっくり止めて見ていただければと思います。で この3つのポイントをね、えー、押さえた上で、えー、70歳まで同じ会社で働き続けなくても、65歳で一旦会社を辞めて、勤務先と業務委託契約を結んでフリーランスとして従来通りの仕事を続けたりとか、勤務先から資金提供を受けて起業したりなど、今までと違った形で働き続けることができるようになると。まあ、一応、国としてはそうしなさいという風になっているわけですよねで。日本の社会保障制度っていうのは、胴上げ型から肩車型になるって言われててね、えー今えー こんな感もともとはね、1962年の時ちょっと図ちっちゃいですけど、1962年の時にはね、えー、これだけね、65歳以上の、えー、高齢の方1人に対して9人ぐらいで支えてたんだと。で、2012年は騎馬戦型になったと。65歳以上の高齢の方1人に対して20歳から64歳の、まあ、若者というかね、働き手で2.4人で1人を支えると。で、2050年はもう完全肩車。 若い子がどんどんいなくなってますからね、えー。少子高齢化ということで、子供が少なくなってる関係ですね。で、えー、医療制度とか年金制度っていった社会保障制度は、働き手がいないと支えられないわけですね。今の若い人たちが、まあ、おばあちゃんとかおじいちゃんとかをね、えー、支えているということになるんですけど、えー、子供を増やす、えー、それから外国人労働者をもっと受け入れるで、女性にもっと働いてもらうと。まあ、若者というのは働いてる人ですからね、これね、働いて、えー、社会保険とかをね、納めている人が、えー、支えている。働き でで支えているるととうことになるんでだから、えー、働いてなかった、えー、主婦をされてた方とかね、えー、女性にも、えー、もっと家庭に入ってた女性にももっと働いてもらうことで働き手を増やして支えるとこの3つになっていくわけですね。 でい,ろいろんなことをやってるんですけど、一番か簡単な解決策は何かっていうと、高齢者にできる限り長く働いてもらうことっていうのが、これが一番ね、簡単な解決策になってくるんですね。現役世代並みに稼いでる高齢者は、年金がカットされたりとか、医療費が3割負担だったりとか、まあ、個人で負担するお金が増えるんですけど、一方ではね、国としては大助かりなわけですね。若者が老人を支える肩車じゃなくて、老人が老人を支える肩車になれば、 社会保障制度も少しでも長く存続させられるっていうそういうわけなんで国としては、まあ、こういうふうになってほしいわけですよね。 で今の20代から30代の若い世代はね、えー、現役の時はね、現役の、もうバリバリ働いてる時は、一生懸命働いて、えー、高齢者を支えてね、まあ、その高齢者たちも、えー、同じように支えてきたんですけど、えー、それでも人数が違いますからね、で現は今の20、30代の若い世代は、現役時、一生懸命働いて、高齢者を支えてで、自分たちが高齢者になったら、支えてくれる人がね、いないわけですよ。えー、自分を支えてくれる人がいないから、自分で働いて、体が動かなくなるその日まで働き続けないといけないという可能性があるわけです。 これはね仕事が嫌いな人とか仕事を続けられない事情がある人とか健康とか家族の、ね、問題とかこういった一部の人にはもう絶望的な話かもしれないですよねでも今の若い世代にはね非常に強力な武器があるんですねやっぱりね親の世代とかにはなかった非常に強力な武器が今の2 3 0代とか若い世代にはねあるんだよとで若い世代がもっと早く労働をやめられる理由っていうのはこれですね 今の若い世代が持っている強力な武器っていうのはこの2つなんだよと情報と時間ですねえー、2020年現在ね金融とかインターネットのものが発達して10年前とか20万20年前 Google 先生とかに聞いたら、いっぱいね、えー、教えてくれますよね、無料でね、えー。投資の環境が整ってるってことなんですよ。このチャンネルではね、銀行とか、銀行とか、大手の証券会社じゃなくって、手数料が安くって、ぼったくり商品の営業をされないっていうネット証券をおすすめしてるんですね。おすすめのネット証券については、この動画の概要欄に記載しておきますんでね、えー、参考にしてほしいと思うんですけど、正しい金融商品への門というか、入り口はね、ネット証券なんですよ。銀行の窓口とか、大手の対面とかのね、大手の証券会社に行っても ないんですよ、そういった商品が。だからいつも言うんですけどね、ゴミの中から、ゴミが並べられてる中から、どれだけ一生懸命探しても、ゴミしかないんだよと。だからね、えー、本当に正しい金融商品にアクセスするには、こうネット証券だよってことを言ってるんですね。で、このネット証券が生まれたのって、ほんの20年前、1998年ぐらいのことなんですね。 で、それでも当時はまともなインデックスファンドも米国株に投資できるっていうような環境もなかったし、え積立 NISA とかイデコっていったね、えー、長期積立分散投資を後押しするようなそういう仕組みもなかったんですね。で、どのファンドが有料でどういう投資がまともなのか、そういう情報も非常に少なかったと、えー、本当にね、情報がなかったわけですね。でも今っていうのはそうじゃないですよね。えー、本当にね、えー、僕たちの時でも情報がまだまだ足りなかったのが今のね、世代ってもっとですよね。今の20代の子たちと話してると、本当に、ね 優秀だしそういう情報にアクセスしてるから余計なミスね、えー、せずに済んでたりするんですよね大損もせずに済んでたりするっていう人も多いんですねちゃんとそういう情報に正しくアクセスできる人はですけどねで金融庁のデータによると1995年から2015年までの20年間でアメリカ人の金融資産は2.32倍とイギリス人の金融資産は1.63倍日本人の金融資産は1.15倍になったんですねつまり20年間で日本人は年利0.7%でしか運用できていないってことです よ。本当にね世界と比べても本当にこの投資に関するリテラシー金融のリテラシーっていうのが本当にね、えー、なかなかないというのが日本人ということですねまあもちろんそれ以外にもいろんな要素っていうのはあるんですけどねでこれだけ投資環境が整った今この数字はもっともっとこれから高くなってくると、えー、そういうふうに思ってますで投資環境が整っただけじゃなくって副業とかに関する情報っていうものもいくらでも手に入るようになったんですね何をやればいいのかどうやったらいいのかやり始める前に大抵のことは調べられるわけですねサラリーマンをやり ながら副業で5万10万で稼いでる人も多いんですね。 ね、実際、えー、僕が配信してる動画とか例えばセドリだったりブログだったりプログラミングデザイン本当い色々あるんですけど、えー、そういったね動画を見てセドリとかだったら割とすぐね、えー、効果が出たりするんで翌月からもう5万円10万円中には50万円ぐらいね23ヶ月で稼げるようになったなんていう人もいてで昔ってねこれ会社を作るのにも最低限300万円の有限会社っていうのがあったんですけど最低限300万円の資本金が必要だったりとかね、まあ、役員とか株主とかそういったものね揃えないといけなかったりとかなんかそういうものすごく大変だったんですねでも今って簡単に人 ででも起業できるようになってたりとかこういっったた情報ににももねアクセスできるとと副業すすごくやりやりいい環境になったと、えー、いうこことですねこういう会計にしてもすごくか安くて分かりやすいソフトがあったりインターネットで税理士さんね安い税理士さん出てきたりとか本当にねやりやすい副業なりにするにもやりやすい環境になっているとあとはもうやるかやらないか継続できるかどうかだけがもうポイントの時代になってきてるんですねこの情報っていうのが今の若い世代が持ってる大きな武器なんですよだから僕ら親の世代とかっていうのは本当にね例えば僕 ぼったくり保険とかぼったくり投資って言ってね、えー、それがじゃあぼったくりだって分かったところで、えー、まともな金融商品っていうのがなかなかなかったんですよ。そういったところにアクセスできないと、普通の人だったらね。でも今はインターネットでクリックで簡単にね、えー、ポチるだけで、えー、誰でもアクセスができると、そういう時代なんですね。で、こういった情報に加えてね、 ここですね。若い世代には時間っていうものがたっぷり残されていると、えー、このチャンネルで紹介しているお金にまつわる5つの力ですね。貯める力稼ぐ力増やす力守る力使う力とこの5つですけど、えー、これを伸ばした状態でね。20年30年って時間をかければ、個人資産はもう間違いなく増えます。と、お金で困ってる人っていうのは、この5つの力のうち、どれかが必ず足りないんですよ。この5つの力をちゃんとね。着実に伸ばしていけば、個人資産っていうのはもう絶対増えますから。なんで、えー、この5つの力を伸ばすため。 時間があると例えば月3万円節約したとして、月5万円副業で稼いだとすると、月8万円貯まるわけですよね。えー、貯める力と稼ぐ力ですね。で月8万円稼いで、それが12ヶ月なんで、年間もね、96万円と。大体年間約100万円を今度増やす力で投資に回して5、5%で運用すれば30年後にはね、なんとこのお金っていうのは6600万円を超えるんですね。そんなん、基調の空論だってね、言、えー、う人もいるかもしれないですけど、そういった方はね、こちらの動画見てほしいなと思います。 大金金持持ちちは無理でも小金持ちになら誰でもなれる理由ですね誰もが大金持ちになるのは無理かもしれないけど小金持ちになったら誰でもなれる時代だよってこれはねもうずーっと、えー、言い続けてきてるわけですねまずこういう考え方をできるかってことが大切なんですね、えー、なんかマインドの話になっちゃってますけど実際ねこれ理屈で考えてもらっても達成可能なんですよだからこういった動画ねちょっと見てもらえたらと思います、えー、まずはね、えー、否定から入らずに一旦ちょっと飲み込んでみるというのも大事かなとで20代30代から始め ばね、えー、企業とか独立とか集中投資っていった大きなリスクを取らなくっても50代でリタイアするのは難しくないと、えー、世間が70歳から75歳で定年ってね、えー、してる世の中で20年近く早く引退して好きな生活を続けられるんだったら十分だって思う人も多いでしょうしもっと早くね、えー、引退したいとかって思う人は企業とか独立とかねそういったことも考えていけばいいしでこのリタイアできる状態になった後でも。 働きたい人は働けばいいし、働きたくない人は働かなければいいと。いやいや死ぬまで働き続けなければいけない人と、働かない自由ってものを手に入れて自分らしく生きる人と。 この二人の差を分けるのは、ちょっとした知識と行動力なんですね。そんなにめちゃくちゃ差があるわけじゃなくって、ちょっとの知識と行動力で、あとは時間をかければ大きな差がつくんだよと。で別にね、無理に70歳定年まで頑張る必要はないわけですね。自分の好きな道を選ぶのがいいと。やっぱり選択の自由っていうのはね、生きる豊かさにつながりますから。えー、ということでね、えー、まとめに行きたいんですけど、自分の持っている武器を生かして自分の生きたい人生を生きようと。えー、70歳定年法が閣議決定されたんですね。で今国会で成立すれば、 2021年の4月から適用される見通しと、で70歳定年法のポイントは3つだよと、えー、1つ目が国民を強制的に70歳まで働かせるって法律じゃないんだよと、あくまで企業側へのね、えー、法ですね。で、70歳までのこの働く機会を確保するのは企業の努力義務なんだよと。 ただ、守らなかったとしても、企業にペナルティはないとで。70歳までの就業機会を確保するために、えー、企業は7つの選択肢を講じると。定年を廃止する。定年を70歳まで延長する。契約社員などの形で70歳まで再雇用する。で、他企業への再就職を支援する。で、フリーランス契約のための資金提供をする。で、企業を支援する。社会貢献活動参加への資金提供をするっていうね、えー、こういった選択肢を用意すると。 で1970年代の定年は55歳だったんですね。それが40年経って定年は70歳まで伸びようとしている。で、今20代から30代のね、人っていうのは70歳になる頃には定年は80歳になってるかもしれないと。で死ぬまで一生労働かよって思う人もいるかもしれないですけど、今の若い世代にはね、情報と時間っていうね、大きな、えー、僕たち親の世代とか上の世代にはなかった大きな2つの武器があるんですね。で、これを活用すれば50代でリタイアするってことは難しくないし、人によってはもっと早くリタイアする。 リタイアしてるっていう人も周りにたくさんいますから、一部の天才だけじゃなくても、えー、十分そういったことが達成可能になってきたんだよと。で、このチャンネルを活用してね、えー、少しでも自分の行きたい人生を送れる人が増えてくれたらね、嬉しいかなと思います。そういう情報をね、ずっと発信し続けていきますんで、えー、一緒にね、まあ、これからも学んでいきましょう。ということで、以上、参考になったら嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたりとか、いいねやチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。で、リベダイユルコミュニティね、ありますんで、お金にまつわる5つの力で知識をつけて行動してる人たち集まってますんでね、えー、参考になるところたくさんある じゃなないいかなと思いますぜでね、えー、もっと早く知りたかったなんて人もいらっしゃると思うんですけどそれでも今日が一番若い日ですからこういう話をするとねもっと早くこれみんな思ってることですからそんなこと言っててもしょうがないですからね世界一の投資家のウォーレン・バフェットですらもっと早く、えーねえー、投資を覚えてたら自分の資産は何倍以下になってたなんていう話もしてるそうですからねこれもう誰しもが思うことなんですよねなんでそう言ってても何も変わらなくてね、えー、今日が一番人生で若い日なんで今日からねやっぱり行動していきましょうということで、えー、終わりたいかなと思います。 えー、今日もね皆さんいい一日過ごしてください、えー、今日もありがとうございました